こんばんは。こんばんは。ショータイム。二刀片のユージアです。T 隊長です。隊長でございます。今日はですね、えっ、ー、と、1、2、3、4回目かな <laughs> ?4 回目のご登場、丸さんでございます。お久しぶりです。お久しぶりです。西の、日本、西日本の方で研究員をやってらっしゃり。あんま明か,さかさないで。あんま明かさないで、あんまかさないで。はい。こ,この辺で。内緒で、はい。という、 で、まあ、マルさんの話の前に簡単に、エゴグラム、今日は、TA Today という本から、えっ、ー、と、エゴグラムというのは、なんか、あ、TA t o 教科書 TA Today。あの、エゴグラムというのは、自分の心の中なん,なんでしょうか忘れちゃった。何でしたっけ ?CA とか CP とか。ああ、その子供と大人と、その、 なんていうの親、親の目線って三つの立場があって、で、どの立場で喋っているかで会話が分断されるとか、いろんな言い方をしますよね。そうですよね。で、親、親も親で、親が二つあるんですよね。そうそう。なんか父親っぽいのと母親っぽいのがいて、CP と、CP と F、なんだっけ、FP だっけ <laughs> ごめんなさい。母なるものと父なるものみたいなこ NP だ。すいません。そうですね。n p です。NP がありで、で真ん中に、A、アダルトがあって、フリーチャイルドと自由な子供 FC と受け付ける子供っていう受け止める子供 AC があると。で、あと、まあ、最近最新なのか、あの RC っていう、搬送する子供っていうのもあるよみたいなのが言われてるんですけど、<laughs> えーね この本には載ってないですよね。そうですね。最近新しくできたんですね、きっと。で、まあ、このエゴグラムの中には、その、自分は12歳ぐらいで自分のことを決めちゃうんでしたっけ ?7 歳かな ?7 歳で。<な><分>人生脚本ですね。その、自分の人生のイメージが7歳ぐらいで決まっていることが多いと。で、かつ、このエゴグラムの中に、禁止令っていうのがあるんですよね。そう,そうそうそう。 で禁止令っていうのがあり、まあその、いてはいけないとか、何か自分で存在するなとか、君自身ではい,いてはいけないとか、子供であってはいけないとか、成長してはいけないとか、そういう何か環境の中で、あ、僕はこれをやっちゃいけないんだ、っていうのが禁止令っていうのがあります。っていうのが、まあエゴグラブの本当基本の基本。で、 丸さんはどうやら、その禁止令を用いて逃げる私っていうのがあるんですよから、お願いします。はい、<laughs> 下手ですかね、えっと。えっと、なんかあのー、5つのドライバーって言われてて、この本の中で。はい。あのー、完全であれとか、他人を喜ばせろ、強くあれ、一生懸命努力せよ、急げっていう代表的な5つがあって、 はい。で、私はこの急げにすごい囚われてるっていうのを昔から気づいてたんですよ。でもなんかいいことですよね、それって。ね、あのね、ねとても大人になって困ってることはいっぱいあって、まあ現在悩み進行中でもあるんですけど、あの、急ぐとろくなことないってみんな経験あると思うんですけど、<laughs> なんか失敗する。で <laughs> もなんか、 さっとやっちゃったもん勝ちってえっと、まあ競争ないんですけども、仕事で確認した方がいいことを視点でさっさとやるとか、で、ミスったこと何回も数えきれないほどあり。<laughs> で、あの、よくよく自分をこう考えたときに、私末っ子だったもので、その3人兄弟で上と年が離れていたから、行動がどうしても 遅いじゃないですか、子供の方が。ご飯食べるのも、うん、だって向こう高校生でこっち小学生ですよ。叶わないんですよ。で、あの、別に家族から早くやれとか言われてないのに、こう私はいつも遅れてるっていうか、その遅いなって多分思ってたと思うんですね、子供の時。その、すごく覚えてるのが、えっと、 旅行に家族で行った時に食堂で食べてて、私一人だけ残っちゃったんですよ。遅くて。小学生だし。で、で、みんな行っちゃうじゃないですか。次の行動に。で、お母さん待っててくれたんですけど、やっぱ焦ってるんです、どっかで。ああ、なんか置いてかれてるみたいな。で、そんな経験多分いろいろあって、早くやらなきゃって多分入ってて、あの、顕著なのが、機械触ってるときに、 停止してちょっと待たないとドア開けちゃダメとかいう機械いろいろあるじゃないですか。洗濯機とかさいろいろ。あ、であれで、洗濯機を一時停止してちょっと待ってパチッて開かない、うん、してから開かないといけないのに、押してスバンって開けたから、ロック壊しちゃったことあって <laughs>。とか、それが仕事でも機械使うもんだから、注意されるんですよ。うん、早い早いとかで、<laughs> であの、 よく考えた。私、この急げによって、いろんな不利益をも、もがあるなって、めっちゃ感じてて、今。こういかに今直すかっていう訓練中なんですよ。急げを直す直す。じゃ、もう一呼吸置くだけでいいんですね、別に。その、すぐやっちゃう。は、はって押すみたいな。<laughs> なんか <laughs>。この、に、逃げって何ですかね用いて逃げ,逃げ。逃げって言いましたえっと。 <laughs> えっと、LINE ではそうやって入ってましたね。逃げてるって書いてましたっけそうですね。LINE いただいたのは、あのー、あ読み間違いですね。<laughs> うん、<laughs> 逃げと言ってない気がすると思って。急げに困ってますだ。そう。<laughs> 漢字が読めてませんで、ね、急げと。<laughs> <ー>逃げてはないかなっていう,うて。なるほど。急げですね。 そうそうそう。で、まあ、私ご飯食べるのも早くて、何回もゆっくり食べてって何回も言われたし、数えきれないど <laughs> あの、まだ間に合うって自分に言いかせてるんですけど、もうちょっと、こう、ワンテンポ置く訓練をしないと仕事でも差し障りがあるんですよ。で、あの、いろいろ相談とかした結果、あえてゆっくりする、 時間を設ける。例えば、あのー、すごくへお茶をゆっくり入れるとか、ティーバッグじゃなくて、ちゃんと親を、お茶、お茶っ葉をぷわーってこう湧き上がらせて、ポットに入れて待つとか、そういう時間をあえて作った方がいいんじゃないかと言われたり、そうしてみようと思ってるんですけど、とか、箸置きちゃんと置いてセッティングするとか、 なんかワンテンポ置くことをしてないんですよね、とにかく。でも、お茶の時は待つじゃないですか。はい、うん、で、でもその以外に、ね。洗濯機の、洗濯機のロック壊す人なんてそんなにいないと思うんですよ。ピッとして開けるのに、他、うん、の1秒待てばいいのに、ピッピッって開けちゃったみたいな。そこで、はい、お茶の訓練、お茶で待つ訓練。うん、とか、ちょっと、 とか、なんか、そういうオチありませんかみたいなとか、あと、なんだろう。今すごくだから仕事でも意識してるんですけど、急がないぞって言い聞かせて、その、多分、これもっともっと掘り進めると、エニアグラムじゃないけど、どういう信念を持ってるのかっていうのに行き着くなと思ってて、で多分私の育った家庭で使われた信念は、なんていうの 世の中に適応しなくちゃいけないっていうのとらわれてて、その、なんていうかな。とろいと世の中に適応できない。とろいと無能だと思われる。無能だと世の中に適応できないみたいな図式が多分できてるんですよ。多分。だから無能だった世の中に適応できない、どうしようみたいななんかそういうとこがある気がするなと思って。で、とろいと無能なわけないんですけど、どっかで思い込んでるんですよ。 まあその表現がトロイっていう時点でちょっと無能は入ってますよね。そうですね。ゆっくり、スロー、スロー、遅い,遅いとかだと。遅い人。トロイは、ちょっと、トロイはちょっとバカにしますね。すいません。ノロマもそうですよね。うん、壊すぐらいですよね。うん。壊すぐらいって言いう方は良くないんですかね、えー。あの、実際私が学生時代仲良くしてた近所の友達、めっちゃゆっくりな子がいて、 私は例えば歩きながら、カバンの中から定期を出してピッてやるけども、もうその子行ったら絶対止まる子なんですよ。とか、移動教室とかも絶対最後だったし、その子。あの、でも本人もとろい,とろいってか遅いって分かってるけど、認めてるんですよね、自分でちゃんと自分のことを。否定してないっていうか。で、そこが羨ましいなって思ってた、10代の頃。なんか、そういうのって羨ましいって。私は否定してしまうから、と。 今、共感は多分できてないですよね。<laughs> はい、すいません、僕。いいよ、共感<の>とか。<laughs> 全然そうなんです。で、多分でこれででも、そういう人もい,いるんだっていう発見でしかないんですけど。急げてんです。で、例えば昔の職場の人にも、はい、あのそう、私の欠点は、なんか、その、急ぐとことだみたいなことは何回も言われたっていうか、その、せっかち なところが良くないってことは、なんか、わ <laughs> れて,て時間、時間にも厳しい方ですかあの、守ろうとすごい努力しますね。で、人にガミガミ言わないんですけどあ。圧はかける。その状況によります。<laughs> <laughs> なんか、背筋が伸びてる、ね。全然、そのほら。 えっと、友達と遊びに行くぐらいが全然いいんですけど、その、飛行機乗るとか、絶対時間間に合わないと危ないみたいな時は、せっつきますよね。<laughs> まだかって悩。悩みの種類が。はい。人って違うんですよね。そうですね。<laughs> うん。共感できなくて。はい。何を言っていいかよくわからない。そう、そうなんですよ。これは。え、でね、もし、もし、いや、あの、隊長さんもしね。 自分が洗濯機、うん、あ、入れ忘れた、一回止めて入れなきゃってなった時に、うん、一時停止してバンって開けて壊したったらショックじゃないですか。あ、わかりますよ。で、なん,なんでこうなった遅いんだったら早くすればいいし、早いんだったら遅くすればいいぐらいの感覚なので。私、すげえショックでした。あの、もちろん、それ以後、もう一回壊してはないですよ。絶対にお一秒置こうとか思って開けますけど。 でもこの間、職場でもやらかしたなと思ったのが、その、一時停止して、カパってこう開ける、機械を開ける月にめっちゃ早かったみたいで、もうへいとか言って止められて、壊れちゃう、壊れちゃうよ、みたいな。みたいな場面があった。で、それって何が困るかっていうと、はい、壊すのもあかんけども、その、信用なくすんですね、人の。<laughs> <あ>この人なんか、 壊しそう、みたいな、とか、なんか頼んだら落としそう、みたいな。そういう、なんて言うんでしょう。そ、損の歴史がある。そう、損の歴史をめっちゃ感じ、今も、今もなんか課題で、そう思わせて、損をやめたいって思ってます。なんか悩みの種類が、はい。なんか僕の中では、俺ってなんだなんですけど。<laughs> <laughs> そういう悩みではないんですね。そうって何だもん考えたことないですよね。すべ <laughs> て、お金をどうやって持ってくるかとか。はい、現実的な。そう、僕もなんか、ごめんなさい。漢字を読めてなくて、い急げを逃げてみ、ううね、逃げてみてたので、逃げるのは良くないって思ってたんですけど、<laughs> 急ぐのは、その、なんていうんでしょう。あ、ちょっと壊しちゃったね。うん。でペロで。 それを、えっと、学生の時は全然気にしなかったんですけど、そういうとこあるなあぐらいで。でも社会人になって注意をしこたまされたり、損を感じる場面が増えると、あ、これはちょっと改善しなくちゃって思うようになったんですね。それを、まあ、要は、テヘペロレベルならいいかもしれないけど、そう,そうそう。はい こっちでやったそう、一億損したみたいな。そうそうそう、あり得るし、交通事故起こしちゃったとか。まあ、確かにうちのパートナーもよくパソコンを壊すんです。はい。3回ぐらい壊してたんですけど、だいたいその、何て言う ?3 個ぐらい作業させてるんですよ。はい。3個ぐらい。要はパソコンに、この画面ではこの作業、この画面ではこの作業、この画面ではこの作業、みたいなのを、なんか、 同時にやってて、うん、で、一気にデータを送ろうとして、うん、固まるみたいな。で、それがもう復旧しないみたいな。はい、ああ、いせな、むのむつえむちゃしてましたね。<laughs> っていうようなことが、うん、まあそういうせっかちによって起きるって話ですよね。帰って遅くなっちゃうとか。で,ね、でも、これ今自分だけならいいですけど、この、うん、うん 人が関わってくると、うん、なんか、時間とかお金って、価値観あるじゃないですか。うん、はい。そういうのって、なんかその、僕、時間すごいルーズなんですけど。はい。そういう、あ、でも人にはプレッシャーはかけないんですか時と場合だけど、本当に。な、中にもよる。絶対に、こう、間に合わないと危ない、やばいって飛行機とかそうじゃないですか。 とかは、はそうですね。なんか、あの、大丈夫かっていうのを連絡しますけど、そんなに大したことないときはそんなに書けないです。今,あ今、皆さんご機嫌ようありがとうございます。えっと、対策できたことで満足できるか、引きずるかみたいな感じなんですかあ、結構引きずってる感じなんですか 引きずります。落ち込みます。なんか、やらかしちゃったときは、ああって、引きずります、ね。悩みの種類が。もう全く。はい。今、ニヤニヤしちゃってますもんね。何をですかわからないと思って。ああ、わからない。はい。えっと。そう、我慢できないって話ですかえ待てない。<laughs> 待てない。例えば、全部スケジュール立てたらいいじゃないですか。 センター機止めたら1秒置いて <laughs>、みたいな <laughs>。次に何秒後にこれするみたいな。感情にすごく強く訴えかける失敗をするとめっちゃ気をつけるんですけど、うんうん、そうじゃない時をスルーしちゃってますから、あのー、やりがちなのは、物をどっか置くときに置くことしか考えてないから、早く。途中に物があること見えてなくてガンってぶつかるとか、あの、 やっぱ早くやんなきゃと思ってんだろうなって。よく腕時計を壁にぶつけるんですけど、カーブの時に。<laughs> はいはい、そういうことですかね。そういう感じかな。かな何か動作をさっさとやんなきゃってあって途中のものをバンってぶつけてしまうのも良くないっていうか、一時が万事だなって思ってて、とにかく一呼吸送って訓練のためにお茶をゆっくり入れるとか、なんかその、 あえてゆっくり字を書くっていうのもトライしてるんですよ。仕事でそんなに急いでないときは、ゆあえてゆっくり字を書いてみるとか。なんか自分に貸してて。この方にはなさらないそうです。<laughs> 雑,雑とか粗相だと思われるのが嫌だ。いや、あの、損なんですよ。その仕事上の信用なくす。これ、治りますわかんない。だって無視 マシにはできるんじゃないかなだってね、これも何回も洗濯機壊してたらマジでやばいけど、一回だけだし、みたいな。うん、まあ、要はそういう大きな失敗みたいなのは次から気をつけられるけど、新たなものでまたせっかちが発動するみたいなことですよね。うーん。そっか、でもこれも、エゴグラムによると、基本的な禁止令の5つって何でしたっけあ、なんか、うん。 待ってくださいね。逃げ、逃げ、逃げるなと、あ、急げと。人のためになれみたいな。あ、ともに、ね、完全であれと。あ、はいはい。<ん>強くあれ。一生懸命努力せよ。急げと。で、それがドライバーって言うんですね。<laughs> そうそうそう。でその反対語で、で、それを緩めるための言葉として、 完全であれば、今のあなたで十分でいいっていうふうに言い聞かせるみたいな言い方がされてて、急げだったら十分時間を取れと。他人を喜ばせろは、自分を喜ばせろ。喜ばせろそ,うそうそう。強くあれはオープンであり、自分の要求を表現しろ。一生懸命努力せよは、許可するものはやれって書いてあります。うん。<laughs> 一生懸命いらないん <laughs> あ、そっか別にゆっくりやっていいよって話ですね。 そうそうそう。十分時間を取れと。で、で私今、仕事の前に自分に聞かせてるのが、その、丁寧にやれば大丈夫だとかって言い聞かせてやってるんですよ、仕事を。なんか、コーチ接続って言うじゃないですか。何ですかああ、そうですね、はい。要は、でも反対の言葉もありますからね。えっと、例えば、そううのね、書類そ、書類仕事でいっぱいあったら、それは、 やると思うんです。そんな風に。やると思うんですけど、私の技術職なので、失敗したらもう一回やるぐらいだったら丁寧にやった方がマシなんですよ。なるほど。なんか書き直してすぐも同じゃなくて、3日ぐらいパーになっちゃうから、作業が。だからだったらだったら、ちょっとゆっくりでも確実にやった方がマシっていう感じで。これでも治る。治ってきた。 えっとね、何も意識しない頃よりは、ましなんじゃないかなって思ってるけども、わからないんですけれども。でも諦めたらそこで終わりじゃないですか。に、スラムダンクが出てきました <laughs> でも、それで自分を責めるのも辛いですね。そうですね。結構責めちゃいますけど、あと、その、<laughs> うん。やっぱね、その、 育った環境の人生脚本じゃないけど、やっぱ思い込みで、その一番末っ子で遅かったから、早くやらなきゃっていう擦り込みがあるなっていうのがあって、その、とろかったらダメだっていうか、その遅いと無能と思われる。無能と思われて世の中に適応できないっていう散段活用を解消しなきゃなと思ってて。その恐れがあるんでしょうねう。無能と思われたくないという恐れです。そう。無能が怖いのでも、 同時にあれですよね。失敗して、無能、自分は無能だって責めてるんですよね。そう、やだね。ああ <laughs> 急いで、無能だって責めて、<laughs> うん、でも急がないと、無能だって無能な自分をどっちでも言う。<laughs> 多分そこの問題なんじゃないですかね。うん、結構やっぱエリート一家ですか、うん、何をもってエリートって言いますかね。なんて言うんでしょう。<laughs> 何をもってエリート。まあ、ニュアンス <laughs>。組み取っていただけると、なんか、 そう、そう、多分、父親は意識が高くて、その、海外の要人とも、こう、接触するような仕事でしたし。要人、はい、と、で、接触する仕事じゃないですもんね。<の>両親が。養人がどのレベルかにもやりますけどね。妖人はもう海外の高開現種レベルです。で、で、父、兄,兄は、まあまあ大きな会社の技術者だったし、 お姉さんはん海外でデザイナーとかしてて、なんか意識が高いんですよね、なんかね。で、母親、それなりの。なんか意識が高くて、どんな状況でもめっちゃ字が綺麗なんですよ。乱雑に書かないし、あの、きちっとしてるね、とにかく母親は、ものすごく。そのプレッシャーきついですね。濃いんですよ。ほ <laughs> んで、あ、で、私はそう思い出した、あの、突っ込まれるのが大っ嫌いだから、 あの、いい子だったんですけど、例えば子供だと遊んだら汚すことあるじゃないですか、服とか。で、はい。私、袖口、あ、汚れたと思った。袖口、世間で学校で、洗って汚れ落としてから帰ったんですよ。でも、洗濯機で汚れなんか落ちるのよ。なのに、そあ、汚したのねって突っ込まれたくない、みたいな。怒られるから。怒られないだろうけど、気づかれたくない。注意されたくないっていうか、なんか、多分そこも、なんかダメなこと思えたくないっていうのが強かった。 なんかこの、せっかちなのがダメなんじゃなくて、そこなんじゃないですかそこかなダメなこと思われたくないっていうのが強い。ダメだって思われたくないみたいな,いいたない。無能と思われたくないみたいな。<laughs> と無,無能な僕が聞いてるんですけど。<laughs> うん変な話その中、中学出るまでは、テスト毎回親にし、お母親にテスト見せろって言われて見せるじゃないですか。高校から何も言われなくなったんですけど、 まあ、点が良くないといい顔されないわけですよ。で、ある時、ちょっと60点台が続いて、ちょっとこれ言ったらなんか突っ込まれるなと思って、2日ぐらい悩んでし、その時ね、中1でしたけど、自殺を考えましたからね。頭いいとこ、頭いいとこで大変なんですよ、ね。やばい頭良くないんですよ。別に偏差値的には、そこ普通だったんですよ。でもなんかそういう環境って、 まあ僕みたいにね、頭悪い家族も大変ですけど。<laughs> でもまあこの性格なんじゃないですかだからダメだって思われたら嫌だっていう性格。でも、を作ってる環境ってことですよね。まあ、で、それをそう思い込んでる私、うん。うち,私うちの姉は、その学業は全然点取れないけど、芸術方面でこう頑張る、秀でてたというか。だから、まず分野が違ってて、兄は、 偏差値高く取れるタイプで、みたいな。私はそのハイブリッドって感じだったんですよ。その偏差値ほどほどで、得意科目はい点いいけど、他は普通で、で、芸術分野もまあまあまあ、みたいな、なんかハイブリッドみたいな感じで、なんか何もかも中途半端だったんですけど。<laughs> 姉は学業はダメだけど、芸術面で引いてそっちで伸びていって海外まで行くみたいになってたんですけど、それもやっぱめっちゃ勉強、努力してたというか。ここが、なんてうの になんか書いてあるんでしたっけその禁止令とか、<ひ>このドライバーをん無能はダメっていうか、有能だあれっていうのあるのかもしれないなと思って。でもなんか、最定義とか、いろいろなんかあるんですよね。うん。私もこれ完全には理解してませんけど、とにかくその、これはとっても勉強になって、あこういう、なんて思い込みによってこうなったんだなっていう勉強にはなって。 あの、そう、そうですよ。無能であ無、ね、無能だともうこの世の中に適応できないっていう恐怖があるんだなって思います。エニアグラムだと無能を恐れるのってど何番でした ?5? ああ。5? か、まあ完全すぎ、完全すぎす。ああ、まあか、まあ僕はありませんよね。1, <laughs> 1ですから。すいません、すいません。1で、1と2が同じぐらいの点でしたけど、 一の、一が9点なら2は8点ぐらいの点の高さでか。一と二ってなんかきついですね。して <laughs> <で>ごめんなさい、違うんです。だか,らだからその、どのタイプにも囚われてあると思うんですけども、私はこれによって必要以上の苦しみを持っているなと思っていて、はいはい、どう和らげたらいいですか老 <laughs> スじゃないですか。どうぞ、老スの。<laughs> どこ、どこ今どこ、まあだから、老子って、いいも悪いもないって話じゃないですか。あ<ー>いいも悪いもないです。全、うん、も悪もない。全部 <laughs> 名前が悪いって言ってましたね。うん、名前をつけるから悪いなって言ってましたね。うん、みたいな話じゃないですか。うんあれ、難しいですかね。<laughs> なん、無能、あ、無能でも無能なんて、ものい。ないですよね。<laughs> あ、無能なんても、も 無能でもいいじゃなくて,っていうのは、あなたが無能って考えてるだけですよっていう話じゃないですか、老子的には。はい。うん。確かに。はい。<laughs> なんか変な話、その子供だったら自分の意見とか感情表現を素直にできたらいいんですけど、例えば習い事をピアノを習ってたんですけど、やめたくてもやめたいって言えなかったんですよ。ずっと。あの、ここでも出たんですよ。あの、 信用をなくしてしまうんじゃないかと。中途半端にやめたら、この何をやらしてもなんか続かないよねって思われたらダメだって思って、すごい苦痛なのに長いことをやってたっていう。だ素直にピアノしんどいんだよね、やめ、やだんだよねって会話ができなかったんですよ。無能が嫌だっていう、無能の基準があるっていうことかな なんか、えっ、ー、と。ま、自分の中で。途中で。途中で、中途半端にやめることは無能っていうのもあったと思います。その、継続力がない人はダメみたいな。で、今でも多分、無能になりたくないっていうのがあって、うん、ってことは多分、ああいう風になりたくないみたいなのがあるんですかね。わ <laughs> かんないですけど。どこを見て無能って言ってるんだろうか。はいはい。 本当、老出の世界ですね。うん、有能っていうのを作って。えっと、なんかあまり考えてない人って無能だと思ってるかもしれない。<laughs> <laughs> 今、撃たれましたけどねか。かもしれない。ずっきーンってきましたけど <laughs> え。なんか映画とか見てても、何も考えてないだろう、このカット割りとか思うと、あ、無能だなって思わず口ばしてるみたいな。<laughs> 今もみたいな。リリ考えが感じられないようなものを見ると、 言いたくなるんですよ。たとえ下手くそでも考えたんだなってわかる創作物には、けなす気は起こらない。映画でも技術下手でも考えたなってわかる映画もあるし。でも、なんじゃないでしょう。芸術って刹那ですよね。うん、考えを否定するんですよ。ももバカじゃないとか思うときがある。本当にその辺自分の偏見なんですけど。<laughs> だってやっぱり全部自分、 ですよね、多分。まあ、そうそう,そう,そうですよえあ、僕今も無能側から言わせてもらいますけど。いや、無能ではないですよ。だってちゃんとね、<あ>会社勤めして家族を養ってる点に無能ではない。考えてないですよ。その辺は無能ではない。<laughs> ちゃんと働いてる人は無能と思ってない、全然。でも、働いてますし。はい。<laughs> 誰よりも多分頑張ってるでしょうそのことは、とんでもない失敗をやらかしてるのよ。で、仕事で。に対する恐怖ですよ。ああ<ー>。無能であるかどうかではなく。ああ。いや例えば未来を見てしまってるんですね。例えば、まあ、4月から職場の部署が変わったんですけど、まあ、新しい人間関係で、その、例えばその、手書きで、 仕事の技術の手順書ばーって書いて、あ、間違えたと思って、こう、修正がいろいろあったら、ちょっともう一回書き直してって言われて、書き直して、一箇所だけ間違えたんですよ。まあ、そこ横棒、横棒を引いて書いて、出したら、書き直したのにまた間違えてんのとか言われて、なんかもうショックで、すごい傷ついて、はー <laughs> <laughs> 失敗するじゃんって話ですよねで。そういうとこめっちゃ傷つくんですよ。で、あの、 また突っ込まれたくないっていうのがすごく強いから。多分そこですよ。無能そうですね。無能というか、その突っ込まれたくないというか。うんで結構私、その、しっかりしてるように見られるけど、つまんないミスは結構するんですね。で、絶対やっちゃいけないミス、例えば家の鍵かけ忘れるとかそういうのはないんですけど、絶対に遅刻できない場面とかはないんですけど、変な失敗は。ちっちゃいこと、仕事とか日々の。 あやらかしたってミスは結構あって、それによって、信用を失ってるなってめっちゃ感じる時もある。でも、あ、なんか、いや、そういうのってあるじゃないですか。その、はい、修正の指示が来て、うん、直して出して、うん、直ってませんみたいなのが2回繰り返されるみたいな。うんはい、まあそ、それで、<laughs> まあ、確かに、うん、何やってんだ俺ってなりますけど、うん 信用もありますしね。はい。でも多分、多分捉え方が多分違うんですよね。うん。これどう解決しましょうね。解決はしないんですけど。全く、まあ。多分えっと、ましにすることはできるって思い出して。許すことじゃないですか。うん。自分を。うん。僕、ちょっと許しすぎなとこはあるんですけど、ね。<laughs> 多分許したことなさそうですもんね。自分を。<laughs> そうかな。 そうでもないですかあの、繰り返すってことは、その、自分に甘いんじゃないかなって思ってて。あの、まあ、い,いか、みたいな時もあるし。どこかで、人間ってそんなもんじゃんっていうのは、うん、これ逃げですよね、多分。<laughs> 逃げなんですけど、うん、でも、しょうがないじゃんはどっかで持ってますけどね。うん。じゃあ、君は完璧かって。うん いや、人間だから、大事もまあミスってあるけど、この信用をなくすほど連続してやっちゃうと、めっちゃ自分を責めちゃいますよね。だからその、ゆっくりするって、ワンコ、一呼吸を置くっていう訓練に <laughs>、ゆっくりお茶を飲むとか、その、ちょっと一呼吸を置いて次の動作とか、あの、そうね、他に何したら、何を訓練しようかねって考えてるんですよ。 せっかちな原因が多分無能にあるんで。そうそうそう。そこを恐れないことの方が多分重要なんじゃないかな。無能を恐れない。どうやったらいいのどうやったらいいの <laughs> <laughs> 無能なんてないですよ。<laughs> ってかもう、今の時点で別に無能じゃないので。うん、でいや、なんかめっちゃ疑ってる。すごい疑ってる。<laughs> どうなれば無能ではなくなるんですかちっちゃいミスを。 しない、連続でやらないこと、たまにミスしてもいいけど、ちっちゃいミスの連続をしないこと、なんか信用なくしてるなって感じる瞬間がすごいショックなんですよ。その、一緒に仕事してる人に対し周りは完璧な人はいるんですかこの人すごいみたいな。いる。ほぼ完璧はいる。でもなんか、ね、どうおおむね、おおむね、おおむね完璧は多い。多いね。仕事は 完璧でも人間の面が欠けてるとか。あそういう人はいますよ。うん、とか、仕事面では、おおむねか、おおむねできてるから信用されてるっていう人はいっぱいいますよね。トータル、一緒 <laughs> どこかでどこかで一緒。そうじりは調子りは合ってるっていう、あ、仕事で、しっかりしなきゃな感じですかそうですね。 なんかその無能を恐れないってどうやったらいいんだろうってとこです。どうやってやるかは僕にもわかんないですけど。多少自分のこと無能だと思ってます思ってないです。普通です。普通 <laughs> ああ<ー>。普通です。っていうと僕も、僕若干無能寄りなんですけど。<laughs> はい。まあ通知用で言うと3だろうなっていうのがあるんですね。はいはい。うん。幅広いじゃないですか。うん。3ですって思ってるんですけど。はい。3じゃ嫌なんですよね多分。 丸さんはそうね。嫌ですね <laughs> 5。5じゃないとダメだと。4以上がいいな四4以上は4が含まれるんでしたっけはい。4でいいと。4以上5もいる。なんか大学。は嫌だと。は嫌。大学生の時に、あの、レポートとか、まあ、理系の学部なんで、レポートとか書くんですけど、絶対に、 A のさらに上と、プラス A が欲しいとか思って、あの、海洋実習、海の実習行った時に、魚の絵を点描とかで細かく書いて、80枚ぐらいになったんですよ、レポートが。それはめっちゃ丸もらいましたね。てか、それどうでもいいとか頑張る <laughs> 絶対に A の上欲しいみたいな。<laughs> あんまり僕気にしないですもんね、無能とか。 そこで、例えば、単位なんて取れたらいいんだよって思うだろう人もいるけど、うん、私はそうじゃなくて、絶対に、U を、8割以上は絶対 U を取って卒業するぞ、みたいな。ま、そこですよね。違う、なんかね、<laughs> はい、あの、全く関係ない話だったらすいません。はい、あの、昨日、INFJ ですっていう、はい。女の子と喋っていて、違ったらごめんなさいね。あの、 その子は、なんか、自分の中のニーズが人のためにだったんですね。でも、満足を決めるのは自分だったんですよ。自分軸。で僕の場合、僕って自分のためなんですね。はい。やることって。でも、評価は結構担任軸なんです人が。人がいいって言わないと不安になるっていうところがあって、 でも今の話って、その、自分のために、で、あの、決めるのも自分、っていうタイプもあるんだなと思って。はい。だからなんだと、考えてませんでした。もう無能が出ましたね。それを話したかったんですよね。そう。で、いや、僕は、その、昨日話した時点では、僕外交、彼女が内交、 だったから、あ、外交がこんな感じで、うん、内交はこんな感じなんだ、っていう捉え方をしたんですね。うんうん、で、今日話を聞くと、なんかもう、やはり、自分がやりたいことはやりだやるだし、うんうん、評価も、あ、でも、語が取りたいっていうのは、他人の評価ってこと語って言わせたいみたいな。ってうん、そういうとこあるかも。見られたい。俺のことを認めろ。あ、なんかあるかも。<laughs> あるかも。 っていう、僕多分現実主義なんで、稼げるかどうかですもん。それしか言ってないですけど。<laughs> はい、無能でも稼げたらいいじゃんって。あ、タクシーのうんちゃんでも、<laughs> はい、別に年収1000万ならそれでいいじゃん。うん。でも多分そういうのじゃないですもんね。自分。うん、うん。そういうのじゃなさそうですよね。でも、なんかくる、苦しそうですね。うん。 なんだろう、その、すごい根強いんだなって、しみじみ感じました。その、自分基準ですけど、自分が思う無能っていう基準のものに近くなったらダメみたいな。なんかだって3がダメなんですも3はダメですね。普通じゃないです。普通がダメって言ってますもん、ね。3はダメです。<laughs> 3はダメです。平均ですよね、3均。3はダメです。4以上取らないと。 人より上にいたいじゃないですか。あ、エリート思考だ。<laughs> かといってば、なんか、その自分が、こう、変なミスするときって、自分の父親を思い出すんですけど、私の父親、今思うと発達障害じゃないかっていう変なミスする人だったんですよ。例えば、海外の仕事多かったですけど、一眼レフの高いカメラを何回も置き忘れてくるんですよ、海外に。 なんか、えっていう、その財布とかじゃないんで、ちっちゃいものならわかるけど、で、あんなでかいもん置いてくるみたいな。とか、あの、例えば、まあ、歳をとって毎日薬を飲まなきゃいけないってなった時に、ピルケースに薬入れるじゃないですか。はい、毎回食べ、飲む前に落としてたポロって。なんか、わかる私も落とすみたいな。その、持ってたもの落とすって不注意なんですよ。1個しか集中できない。わかるみたいな。 その半分ついてるなーって感覚はあって、でも私、その忘れ物が多いとか全然ないですけど、変な話、うちの姉は父親のそういうとこ7割ぐらいついてて、私は4割か5割かなみたいな。母親はしっかりしてて、母親はお兄ちゃんの方に能力が移った気がするんですよ。3はい、e、いにしません <laughs> <laughs> まあ ?3 がい、e、いにできれば多分悩んでないんです。 そうね。そう、3OK、OK、だったら悩まないかもね。4四以上取りたいって。うん、てあ、4以上取りたいって思いはまあいいとして。あ、じゃあ、そう。誰のためになんだろうと思って。はい。え、自分、自分の満足もあるし、多分無意識ですけど、人からも認められたいのかもしれないなと思います。 でも、上には上いますもんね。そうですね。エリート、リートを目指すと。でも、3はダメなんですって。<laughs> うん。あ、それはお金に直結してる。要は、なんか、稼げば、稼ぐためには、できなきゃいけないっていう、お金が目的じゃないんですもんね。じゃないですね。なんかやっぱ承認なんだと思う。その、それはやっぱ、親の承認なんだろうなと思うんですよ。その、 なんていうかな。物を認められないみたいな雰囲気があったかもしれない。でも今もその、親御さんっていらっしゃるんでしたっけいやもう亡くなったんですけど、亡くなってもなお残ってるなと思った。じゃあ誰、誰に、誰に誰に認めてもらいましょうねと思った。<laughs> そう、ね、だから亡き、亡き親に対してに無意識にやってんのかな、みたいな。ね、<で>あれじゃないですかアドラーじゃないですか 承認要求を手放すじゃないですか。いや、それが簡単にできたらいいけどね。労使 <laughs> も,もそうですよ、はい、そんな。いや、でも、うん、その、なぁ<ん>。自分探しもゴールないですけど。はい。ないですよ。でも、だから多分みんな手放せていってるんですよ、ね。そうです。従業9月では、多分どこかで折り合いをつけるんだろうなって思うんですけど、はい、折り合い、どこで折り合いつけましょうと。マルさんの中で。 えっと、小さなミスをしない。違うな。えー、っと <laughs>、一呼吸をとにかく置く訓練、置くのが身についたら、一呼吸、ちょっと折り合いつけたことになるかな一呼吸、一呼吸。なんかやるときも、はってやるんじゃなくて、は<呼吸> <laughs>、一呼吸、みたいな。ずっと一呼吸と思ってるんですよね。うん ずっとったわけじゃないけど、余裕があるときは、落ち着け、落ち着けって感じで、ちょっと置いてからみたいな。でも、無意識はそんなに甘くないですよね。ねパって出ますもんね、やっぱ。ねえー。のその、無能だっていうのがあるわけじゃないですか。もうずっとありますよ、それは。<う>死ぬまで。うん。だから、とっさん出ちゃうみたいな。でも,も、あとは年収で、ね、平均以上だったらもう、4だと思えばもう、無能だないですよ。<laughs> 乱暴に思ったりしますけどね。いや、でも平均年収でも自分は全然満足してないですけどね。あと1.5倍はいる欲しいな、みたいな。<laughs> お金。でもないですもんね。もう、ま、大事だけど、やっぱ無能か、そうね。無能の恐れがすごいあるな。<laughs> 多分そこですもんね。そこでしかないですね。そこでしかない。 それがあるから、せっかちになっちゃうし。うん、って話じゃないですか。で、それによってミスするし、みたいな。で、それによってちにあの、バイオリニストの、高島千里子さんっているじゃないですか。はい。はい,はい、はい。あの人めっちゃせっかちなのも知ってますまあ、ぽいですけどね。うん、なんか、彼女のエピソード聞いてたら、筋金入りのせっかちで、ズボンを履くときも、一気に履きたいが、ジャンプしてバッてやるんですって。 それによって、けってこけ、こけたとかね。あと、あ<ー>曲がり角曲がろうとしたら、思ったより早く曲がってガンってぶつかったとか、そういう話がてんこ盛りで、あのー、ものすごいせっ,っかちというか、脅迫観念的なせっかちさでしたけど、<laughs> すっごいなと思って。でも、あの、あの方はあの方ですか、はい、あの人は、うん、まあ、自分で認めてるっぽいから、でもやっぱり旦那さんに、 とぶつかって反省することもあるみたいですよ。そう。で、そういうなんか、うん、ブレーキ機能がついてるじゃないですか。うん、ご家族とか。あれは極端なせっかちだなと思いました。さすがにそこまではみたいな、うん。でもなんかその、同じ匂いじゃないですけど。はい、<laughs> その、厳しさはちょっと感じますよね。厳しさ、うん、厳しさどの変<ん>は。 私は厳しさを感じてますよ。どの辺が <laughs> 通常2と3の男としては。ああ<ー>。あの、一番初めのエピソードとして、はい、あの、私は30分前に話をしたいんだと。うん、リ,ハリハーサルじゃないですけど、うん、結構きちっと初めに線を引かれたんですよ、ね。うん、一番初めのライブの時に。うん、で、通常、これまで、 我々のライブに出るときって、あいつも10分ぐらい前に連絡しますんで、うん、ってへーって感じで <laughs> やってたのが、うん、あの、私はこの時間にやりたいんで、この時間に連絡をくださいと。うん、で、ここにっていうのがバッて来たときに、うん、で、こういうことを喋りますって、レジュメがバッて来たときに、うん、やばいと。こちらはその体制ではない。とか <laughs>。<laughs> っていうのが、やっぱりこの、マ、ま、ルさんと喋るよっていうときは、うん ピリッとセネバーがあそっか。最初そんな印象与えちゃったんだ。で、ピリッとセネバーがあると、もう普段の僕じゃないので。ちょっとあたふたする。あたふたする。はい。でも、すぐやりましょう、すぐやりましょうって。はい。ってなっちゃうんですよね。なんかすいません、プレッシャー与えてたらごめんなさい。で、これは多分、なんかその、IQ が違うと、はい。話が通じないとかってあるじゃないですか。コミュニケーションが通じないよって。 ああいうのもあるなと思うんですよ。多分、そういうのは僕の、今度は僕のコンプレックスの話になっちゃうんですけど、<laughs> 申し訳ないなとは思います。何の話だ無能の恐れ、無能の恐れをいかにして緩めるかっていうか。あ、そうだ。うん、であ、僕はそういう高島千佐子さんと同じ空気を感じますよって話をしてそうね、その、今日、うん。 強迫関連的なせっかちさというか <laughs>。そう。で、同じ店舗だといいんでしょうけど。うん。そういうふうばっかじゃないですもんね。そうですね。私みたいな <laughs>。<laughs> <laughs> はい。とろ、はい、いやつもいますし。いや、とろくはないですよ。いや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 。とろいとは思わないですけど、全然。では、どうしましょうね。<laughs> ずっと付き合っていくんでしょうね。多分そうまち,ちょっと緩める、緩めることはできるはずって思いたい。その、諦めないぞと思っていて、うん、あの、ここあれですよね。タイプ1の完全であろうとするとこだよねと思うんですよ。その、うん、ここが良くないから直そうみたいな。うん、<laughs> あの、完全を否定するしかないんじゃないですか。<laughs> 完全を否定する。ああ、え一1の方向は 1>, 1は完全でありたいんですよ。どこに行く、行けばいいんでしたっけって4でしたっけ 1> 1は7に行きたい。行ったらいい。に行くんだ。楽しさを、楽しさを優先している人々っていうか。うん、7じゃないも <laughs> <laughs> なるほど。多分そのね、完全でありたい理由は、完全であれば突っ込まれないっていうのがどっかにある。とにかく突っ込まれたくないし、指摘されたくないんだなってところ。うん、じゃあ突っ込まれるのはなぜ嫌かっていうと、無,無能だ 思われたたくないみたいなやっぱそこてますね。もの <laughs> すごく強い。新しいことやる,やるんでしたっけタイプ7って。タイプ7はいろんなことじゃないいろんなこと。好奇心旺盛ですよね、<laughs> 7の人。今なんか新しいことってやってらっしゃいますいや、自分ができないことですもんね、新しいことって。やったことないこと。やったことないこと。やったことないことで興味があるのは、タップダンス。 あなんか、やってみ、今日か。やってみうかな。上手くなりそうなのか。<laughs> <laughs> やって。<laughs> と、サックスとタップダンスと詩吟は、やったことないけど興味があるんですよ。<laughs> ま、それを楽しむ。全部やればいいんじゃないですかそれ。で、詩吟教室一回行ってみたら、なんか初心者のはずが、もうベテランしか周りにないんだよ、おばあちゃん、じいちゃんの。だから全然いつから教えてくんないのよ、はい、その教室。ダメだと思って言い方くなった。<laughs> なんででは初心者コースのはずが、みたいな。<laughs> でもまあ、そういうとこですよね、多分。いや、何でだろうの。<laughs> できない自分、ウクレレやりません。<laughs> <laughs> ウクレレ。面白そうね。ウクレレやってますよね、景色に合わせて。<laughs> どんな悲しい歌でも明るく聞こえる。 え、私の悩みって理解不能ですかいや、大変だなと思いました。でも共感はできない。あ、自分はそうではないっていう。うん、違う悩みですもん、だって。あ,<ー>あの、僕は無能な、なんていうんですか、通知表さんから、うん、4に行きたいなの悩みですもん。うんうん、どうやって行くのかなっていう。うん、だから、今度は落ちる恐怖ですもんね、こっちの人は。あ それはそれで大変なんだなって、我が登るだけですもん。よっしゃ、下まで行った。<laughs> そうあとは登るだけだって。落ちる恐怖というか、自分の評価ですよね。自分の評価を下げてんじゃないかなって今誰の話こっち奥あっ,っち。丸さんうん。自分の評価を下げてる。うん。勝手に。もっと上に行かなければ無能だっていう。で、うん、って話じゃないですか。読んだとしても、自分は三段無能だ。みたいな。 あ、なるほど、うん。その学生の時みたいな通知法で出るわけじゃない場所じゃないですか。社会はね。はい。で、そうすると何をもって4とするかの基準が、基準そのものがまた人と違うんじゃないかなって話ですよ。ああ、えっ、ー、と、バカダ大学の3と、はい、東大の4とって話ですね。<laughs> と、まあ、東大の3でもいいですけど。はいはい。<coughs> 厳しそうですもんね。はい。で、自分で自分を厳しいところに追い込んでる。でも、出口ないですもんね。はい。自分で出るしかないですもんね。自分の評価じゃないですか。客観的な評価ではなくて。客観はだって誰も無能だと思ってないですもん。そう。だから客観的な評価じゃなくて、こう、自分の評価じゃないですか。はい。で、自分の評価ってなかなか上がらないじゃないですか。 僕はずっと春日井イ西高校のんですよ。<laughs> あ、オルさんの高校なんですけどね。と思います。でも、これはでも悩,悩んでるわけじゃないですもんね。悩んでますよ。<laughs> <laughs> で、いろんな努力もして、とかそういう悩みの時にエニアグラム知ったし、その、それによって、あ、そういう、そっかそっかって自分の 何を思い込んでたかっていうのがヒントになったし、交流分析もヒントになった。悩んだから出会ったっていうか。まあ。で、本<の>、本に読むのが良くないんじゃないですかえ <laughs> いや、だって、悩んだ時に、いや、はい。パッパッ感じろって言うじゃないですか。はい。ごめんなさい、今、違ったらごめんなさい。バカっぽかった。<laughs> やめましょう。すみません。でもなんか、全部、 そっちに行くんですよね、と思って。なんということですかエニアグラムだとか。はい。交流分析だとか。はい。まあ、そこにヒン,ヒントがある。ヒントものすごくヒントを感じましたね。ありがたかったです。ヒントは感じるわけですよ。そのロ子でもマドラーでも。うん。それが難しいだけの話なんで、答えは多分出てるんですよ。<laughs> こうした方がいいっていう答えは分かってて。あ、みんなね。難しいよねって話。ああ、そうですね。 空、空なんですよねって、いうことですよね。うん、そう。あ、わかってますけどで、まあ、エニアグラムだとタイプ1、完全水じゃないですか。はい。そんなのが目指すべきところじゃないよって話じゃないですか。知ってるよって話ですよ、ね。<laughs> まあ、でも変な話、私の、その、本当はもっと基本緩くて、その、いい加減なとこも結構あるんですよ。で、うん もしあの家庭に育たなかったら、私もっと緩かったなーって自信があって、根は適当なところが結構ある。で、ビシバシと鍛えられたせいで、あ、ちゃんとしなきゃみたいな、目覚めたというか。で、例えば一週間ぐらい小学校の時、親戚のうちに行っためっちゃ緩い家庭で自由だったんですよで。そこに慣れきって母と接するとめっちゃピリッとさせられるっていうか、なんかああ、厳しいな、みたいなで。もしあの緩い家庭だったら、私もうちょっと 適当だったな、もっと適当だったなと思うんですよ。適当は適当の悩みがありますよ。<laughs> <laughs> 私は本,本来はタイプ1ではないと思っていて、環境とか、その、育った環境で作られたなって感じます。それをなんか親のせいとかって思ったりしますあ、でも変な話はよく言うと、私適当だからあの家に育ってラッキーだったかもと思うんですよ。もし、緩い家庭だったら大学行かなかったと思うんです。なんかった。 近年の毒親ブームってあるじゃないですか。ん、はい。なんか毒親だって言って。なんていうの自分、やっぱ足りない部分を補うためにあの家庭に育ったって気はしますよね。ちゃんとしてないから、そのビシバシ鍛えられたのかなみたいな。<laughs> でもなんかこのミスしないこと、しやすいと気づくことへのステップの一つという解釈はできるんですかねっていうのをいただいてるんですけど。そんなこと書いてくださってる。 でもなんかもうご自身でも分かってて、うん、やることもやってて、うん、あそう僕の中とかではもう、できてるじゃんの話なんですよ <laughs>。いや、できてないじゃんって悩んでるんですよね <laughs>。え、でもだって、分かってる。てね、でお茶、お茶を飲もうとか、うん、そういうこともやってる。うん、あとなんか効果的な訓練ないかなって。一呼吸よく訓練。わかすよ。 全とかじゃないですか。全<前>か。<laughs> 結局はなんかそういう、じゃあもう好きな。も<ぜ> <laughs> 主義もタップも全部やりましょうよとか。うん、なんか新しい出会いがないと、新しいスイッチってつかないって言うじゃないですか。うん,うん。はい、だと、まあ今の繰り返しだと多分今の繰り返しですよね。分かんないですけどね。ただまあこんな意見もあって、なんかその、なんだかんだタイプ7みたいに関心の場が、 広く出ていて、なんか統合の方向に向かってるんじゃないですかっていうのをいただいてます。うん、要は、ここに出たいっていうのも、そうでしょうし、こんな弱小弱小な、ぽかぽかチャンネルに。いやいや、楽しく聞いてますよ。あの、ゆるい感じがいいです。本当 <laughs> <laughs> 申し訳ございません。いや、そんな方がいいんですよ、ゆるいのが。 あ、なんかね、その私、まあ今の仕事4月に部署変わったんですけど、その変わる前は10年同じ上司と一緒に仕事してて、はい、10年一緒にいた人にね、最後に何て言われたかっていうと、あれ、はい、さん、せっかちなのがいかん。とんですよ、最後に。<laughs> ああ、そっか。<laughs> ダイニングメッセージが。ダイニングメッセージだだそれか。<laughs> でもそう思うけど、分かってるけどさ、っていう。 これは、でももう、そうか。答えは出ているよって話ですね。はい。僕もね。はい。自己、自己評価を下げているのは、あなただよって話ですもんね。うん。知ってるよって話ですもんね。<laughs> <laughs> エンニアグラムとか、いろいろ見たらわかるじゃないですか。わかりますね。はい。<laughs> 書いてあるじゃないですか。その割りの姿のところに書いてありますね。はい。まあ、あと自分。 何あと、習い事やってみると、とにかくその、一呼吸をく訓練をしたい。<laughs> そうするとなんかゆっくりすることだから、なんかヨガとか禅とか、そんなイメージですよね。あ、ヨガ。はい、ヨガ。ああ、い禅。瞑想とかされるんですか前ね、真面目にやってたんですけど、最近やってないわって気づいて、そろそろ再開しようかなって。まあ、でもだんだん、こう、 コロナ禍はゆっくりできたんですけど、普通の生活になるとめんどくさくなっちゃってる自分がいる。<laughs> い<や>日々忙しいですもんね。忙しいとかめんどくさってなんですよ。なんかね、ダメだね。この辺めんどくさがり。<laughs> タイプ1をパートナーに持つタイプ7ですと。うん。はい、う方から。はい、あ、タイプ7のパートナー。タイプ7の人って周りにいらっしゃるんですかあいます、います。その人と、 がっつり芸術分野で組んでるんですけど。はいはい。ああ、なるほど。とても参考になります。あのね。好奇心の塊なんですよ。だから、常に新しく楽しいことを追いかけてるから、なんかいつもワクワクしてるんですよね。羨ましいなと思った。その方と別に行動を一緒にされても、まあなんか、入ってくるわけではない。うん、入ってくるとはなんで行動パターン。<laughs> ーン行動パターンとかが。入ってきてない。入ってきてない。まね、<laughs> いいなと思う。 いいなーって。やろうかなーみたいな。あ、めんどくさいになる。<laughs> やばいな。<laughs> だってその人常に自分発信でいろんなことを盛り上げてってるけど、めんどくさいじゃん。そういうのって。<laughs> あ、僕の場合、発信は好きなんですね。はい。発信は。まず発信は嫌いなんですか ?SNS 発信はいいけど、イベント作るのはめんどくさいかな。 その方はもういつもイベントを作ってて、次々、次々イベントを作っていくんですよ。で、よくぞ体力持つよねと思うんですけど、楽しそう。本当に。どうしたんですか <laughs> いや。なんか、加藤太蔵さんだったら、バシって言うんだろうなと思って、はい。ね、結構その、私休みの日で予定がなかったひたすらダラダラしてますよ。本読むぐらい 本も読まない、YouTube 見てぼーっとしてる。<laughs> ひどい時は。それでいいんですよね、多分そういう人には。そういう時に、いいうん、ああ、落ち込みますね。ああ、今日何もしてないわ。って。落ち込む。<laughs> まあ、リフレッシュできたって思うぐらいでいいんじゃないですかね。うん。僕もまあ、何もやってない日は、はいうん、動画上げなきゃにはなるんですけどね。はい。 せっかちが原因あと何したらいいかなって考えてます。ど、どうしたらせっかちが原因のしくじりエピソードって。まあ、その、洗濯機を壊した、ね、洗濯機壊した件。会社で、そういういろいろ。機械を壊しそうになった件。壊しそうになるとか。<laughs> その、お父さんみたいに忘れ物が多いとかそういうのもあるんですかそういうのはないけど、忘れ物多いってことはないですね。 忘れ物するなら私絶対に携帯の予定表に見持っとくから、これとこれを持ってくるとか、絶対忘れちゃいけないやつとかリマインドするっていうか、そういう対策は取りますね。だから多分せっかちよりも多分無能なんじゃないですか。無能の恐れ。うん。だから本当ただのせっかちだと、なんか忘れてきそうじゃないですか。 そう、ね、れ持っていこうって決めてたのに忘れててたとか、まあ、あと鍵刺して買って、つけたまま行くとかね。うん、そういい異常の、意外なのが鍵忘れたことない。締め忘れは絶対ないっていうのを自信があって、その、その辺はミスしたことないなと思います。まあ、恐れがうん。で、だから完璧を求めてるから、ちょっとしたミスも許せないからすごい大きなミスになったみたいなことも感じることもあるんじゃないかなって。<laughs> かもしれないですね。 ちなみにあの、お風呂の線をしないでお風呂入れたことありますかあります。ありますそれを私、一回だけやっちゃって、生涯に一回だけなんですけど、めっちゃショックで。<laughs> <laughs> なんでとか思ったの。あ、ま、た、まあ、僕もそんなにはないですけど。まあ、僕もそんなにはないですけど。ものすごくショックでしたね。脱いで開けたら溜まってないみたいな。そうですね。うわっ。 そこでショックをめっちゃ受けるってことは、やっぱ無能を恐れてると。うん。なんか水代があって。あ、僕もどっちかってうとそうですよあ水道代よりも自分の無能さんに、自分の無能さんの方がショックかな。水道代より水。水代ですね。無能さかな。僕はまあ時間とか、水とか。あーあー、私って無能ってなる。<laughs> ミスしまくっている。 炭治郎さんにイラッとしながら、これでいいんだよねと言っていますと。うん。自分が言ってる。炭治郎さんはタイプ7。タイプ1がパートナー。うん、<で>イラッとしながらこれでいいんだよねって言ってる1のパートナーがってことですかね。どういうことかわからないです。<laughs> ごめんなさい。ミスしまくってて、はい。で、イライラしてるんだけど、 多分そのイライラを抑えるために、なのかわかんないですけど、もうこれでいいんだよねって言ってるってことじゃないですか。じゃあ、それでいいです。<laughs> すいません。炊飯スイッチを押して、しゃもじを持ち、立ち尽くしたことは何度かあります。炊 <laughs> 飯スイッチを押し忘れてね。ああ。開けたら、<laughs> 水が<つ>米だった。水に浸かったまま。はい、<laughs> 別に僕、そんな、 そういうところでは別に落ち込まないですもんね。落ち込まないというか、時間の無駄とか、ご飯が食べられないってことですもんねそ。そこに落ち込むみたいな。はい、無能だと落ち込まない。無能で落ち込むな。これがなんか人が絡んでると、ちょっと無能とか考えたりはしますけど。あ、誰かが、ま、今日お客さんが来る日だったとかね。<laughs> これが自分一人だったら多分そこじゃないですもんね。うん。は、時間がもったいないとか、そっちで悩みます。 これでも、答えはもちろん出ないんですけど。うん、出ないし、多分出てるんですよ。<laughs> <laughs> まあね、そうですね。<う>え、体調、体調の恐れは何ですか僕の恐れは何ですか何かを恐れてるか。あ、なので、多分現実の社会ですよ。<ー>生きていくかいけ、生きていけるかどうか。なので、生きていければそんなに悩まないです。 うんもっといい生活したいとかありますよ。欲望あって、欲求あって、そこに向かって進んでいくだけみたいな感じです。うん結構比較的まっすぐな道ですね。ただそこが遠かったりはしますけどね。この、自分でやってるんで会社は。はい。はい。何をあの、多分タイプ、タイプ1さん。はい だったら共感してくれるかな, <laughs> なか多分、無能を恐れてると思いますよ、タイプ1の人は。うん、いや、無能は嫌ですよ。うん。無能はまあ僕も嫌ですよ。<や>嫌だけど、そこに常に思考が行き着くところが、なんか。うん。そうじゃないし、その無能の評価も3は無能なわけですよ。うん。っていうとこですよ。まあ3ならいいんですよ。僕は。 <laughs> はい。僕別に、2位でもいいですよ、別に。<laughs> で、まあそこから、ちゃんとこう、稼げてれば、みたいなところですよ。だって今って、1でも、稼ぐやつは稼ぐじゃないですか。うんうん、はいはいはい。逆に1で目立った方が稼ぐみたいな、うん。世界もあるじゃないですか。うん、はいはい。頭がいいやつがみんな、ね、稼いでるかっていうと、そうでもないし。って考えると、なんか、無能よりも、なんかその、突っ込んがってない。ひ、なんていうの、引いててない。 はい。どこかに引いててないっていう方が怖いなとは思うんですね。うん。それは稼げないからな話。多分そっちに行ってるんだと思います。でも稼げるのはそこをリンクしてないとは思いますけどね。稼ぐのは稼ぐことをしてるかどうかです。でもなんか、なんちゃうんだろう。例えば、すごい変な話。はい、バナナマンの下田さんは、工業高校でなんですよ。はい、以上です。<laughs> なんていうんだろうで、別にでも、東大出た人たちはみんな稼いでるかってう、うん、そうでもない。うん。稼ぐかどうかは、稼ぐことをしてるかどうかって話です。だとなその無、無能って何と思うんですよ。うん。何が、そうです。何がどうなると思うのジミンー・オニスは無能だから、その、無能が、そもそもその、無能っていう概念でしかないわけじゃないですか、自分の中の。 うん。まあ僕も、じゃあお前は無能じゃないのかって言われると、無能だなとは思うんですけど。で、それってもう自分で無能だっていうふうに、評価を下してるだけ僕の場合は、学歴もそうだし、うん、今の収入もそうだし、うん、今のなんとなくのポジションも無能側だなって思うんですよ。うん。3じゃなくて。えっとね、3、三と2のあいつ、3と 2, 2ぐらい。<laughs> はい。3、2、3、2。でもそこは、 誰の評価っていうと自分の評価じゃないですか自分の評価。でも、しゃ、なんていうの今も申し上げましたが、はい、学歴、うん、えと会社の大き、納期さ収入とかも、うん、まあ多分平均が出てると、うん、最近ちょっと景気悪くなってきたので、はい、ああ今、どっちかっていうと、もう全然無能だなって思うんですよ。うん。それは収入が。収入も学歴も。学歴は関係ないですよね。学歴関係ありますよ。 収入に関係あるから。だって今でもギフテッドだってやったら言うじゃないですか。はい、130以上がギフテッドなんですよ。はい。じゃあ、ああ稼げてるんですかですよ、ね、あ,あそう、その辺。って、はい、なると、マルさんは何が、何の基準が、その、無能というのを分けてるんだろうって、ちょっと思いましたけどね、はい。で、それは多分自分の考えじゃない、自分の概念じゃないですかって話ですよ、僕が言ってるのは。ああ、そうですね。はい、で、僕はそれは、 社会がそんな雰囲気だから僕はそうやって受け止めてますけど、うんうん、丸さんは多分、僕とは多分違うステージにいるんですよ。はい。あ、<laughs> それはもう、3と4だね。<laughs> でも、何が無能なんだろうって思ったんですよね。うん、えー、なんか、つまんないミスするとき、無能だなーって自分感じるし、なんか学歴ではないわけじゃない学歴とかじゃないです、別に。 それも出てるからですよ。何がですかそういうところ出てるからです。<laughs> えっと、これ僕の、僕の。コンプレックスの話です、ね。<laughs> コンプレックスの話です。はい。あ、あとごめんなさい。多分これは僕は、下から見てるから、なんでしょうね。下からも下からじゃないですよって話ですよ。僕は言ってるのは。はい、ちいつも。自分を下に置いてるだけの話です。<laughs> は,いは,いは,いはい、はい、はい。日本に生まれた時点で上位5%ですよ。おっしゃる通り。<laughs> まあそうですね、ラッキー。僕 <laughs> はラッキーだと僕も思ってる。はい、すっごい変なこと言っていいですか、はいはい、<laughs> ありがとうですよね <laughs> <laughs> <laughs>。最近、あのね、映画を2本見たんですよ。はい、えっと、コーダ愛の歌っていうのと、あ,はい、あれね、あれと、はい、えっとね、今ちょうど途中まで見たんですけど、はい、えっとね、なんだかな、耳が聞こえなくなっちゃうやつなんですけど、 サウンドオブメタルっていうメタルのドラマーが耳が聞こえなくなっちゃうやつなんですけど、はい、まあそれを見てありがとうっていうのはすごい <laughs>、なんていうの、あの、ダメなんですけど、うん、わかんないですけど、僕たちは多分今、今見てくださってる23人と我々は、多分ありがとうからスタートなんですよね。うん。うん、何もかけてない。うん。<laughs> 人格がかけてるかもしれないけど。<laughs> あと、あ、ごめんなさい。以上です。あ、でもなんか、いいお話。<laughs> なるほど。何も考えてないま,まず、その、感謝、感謝ね。うん。え、なんていうなら。感謝なんですよね、たぶ、うん。で、であそれは、こう、今の自分を認めるみたいな話じゃないですか。結局、そこに行くんですよ。うん、難しいですけどね。はい。 <laughs> あの、こうだはいい映画でしたよ。はい、うん。なんか、わけもわからず泣いてましたよ、会社で。会社で仕事しなから。<laughs> あの、弁当食べながら。はいはい。ボロボロでやりながら、<laughs> お昼に見てましたね。はいはい。まあ、まるさん、僕から見ればう羨ましいですけどね。うん。でも一緒に仕事したら、わかると思います。<れ>ダ,メダメじゃん、こいつって思うあ、ちょっと、 マルさんも、それはもうお互い様ですよ。<laughs> なんだこいつって。<laughs> なんでそんなミスすんのよ、みたいな。絶対思いますよ。<laughs> それはお互い様ですよ、<laughs> こいつは全く仕事せんな、って。ポ <laughs> ロポロ泣いてるんだ。<laughs> <laughs> 気づくとこいつミスととき泣いてるぞて。<laughs> そうだ、感謝、ちょっと新しいワードでした。ちょっと忘れてたかも。<う>あ、そっか、って。その、今ある状況にまず感謝してから、 仕事に臨もうって思いますね。あ、人から、人の言葉で聞くとそうですね。うん、ああ、そうだなって。ちょっと新しい視点でした。あ、じゃあ、サウンドオブメタル見てよかったです。<laughs> <laughs> 基準って難しいですよね。ヌヌーさん。ヌーさん。さんあ、で、全部決めてるのが基準ですもんね。 僕はカスニの基準だし、カスニって、カスガイの、<laughs> はい。全然頭良くない公立高校なんですけど、で、多分、丸さん丸さんなりの3があるんですもんね。3があって、4があって、うんうん、その4を目指してるんですもんね。うん、僕からしたらもう、それはもう。3が5かもしれない。もう、そう、そのか、そな感じですよ。<laughs> はい。はい。大変だ。もう、バカな男を捕まえるしかないですね。<laughs> いやいやいや。どういうことですか <laughs> いや、でつけと、許せるようになる。許せるようになる。心が広く。で、要は、その、前もちょっと話しましたけど、禅の僧がね、お寺に行って、一番初めにやらされるのは、掃除だと。それは何かっていうと、もう掃除をさせられると、雑念が消えるんですよ。掃除をするから。る。そう、バカな男を捕まえると、バカな男の世話をするじゃないですか。 忘れるんですよ。掃除,掃除みたいな,な掃除みたいな <laughs> あそれすると、強依存になっちゃうんですよ。あ、出た。ダメなのよ。ダメなのよ、強依存は。もう大変な目にあったから。えっと。普通に掃除しましょう。そうそれかじゃあ、超、超、あ、掃除をするか、本当に掃除をするか、<laughs> うん、超エリートを捕まえるか。そうね。できる。私よりもできる。で、お前バカだなって言ってもらえる。そうすると落ち込みのすよ。完璧 <laughs> <laughs> な,ないんだ。 この人って難しいですね、なんか。はい、多分、ま、で、多分、丸さんの悩みは僕わかんないですし、隊長、うん、が言ってることは、言ってることはわかりますよ。はい、だからできんのじゃいの気持ちです。わ <laughs> かりますよ。僕も同じ気持ちですから。ああ、なるほど。なん <laughs> かもう、わかり合えないですね、人って。わかり合えないあ、わかり合えないな っていう、はい、握手です。<laughs> うん、あ、なんかまあ共感はできなくても認識はするっていう感じでいいと思います。ああ、うん。<ー>うん、理解はできる。そう,そうそう。そうね、共感しなくていいから理解するって認識っていうか <laughs>。っていう、マルさんの中に、なんかまあ僕みたいな子がいて、はいうん、許してあげればね。うん、<laughs> 許してあげられればですけどね。 うん。まあ、上を目指すのは悪いことではないですからね。うん。できなかった時にちょっと許す。はい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 。ぐらいじゃないですか。新しいクリエイティブにはいかないんですかそ、そろそろやんないとね。<laughs> <laughs> そうだ。そういう、そっちの忙しい、忙しくすれば、うん、そう、お掃除ですよね、それって。お掃除です。 それは、それのことをずっと考えるみたいな。うね、もう、お掃除のことだけを考える。<laughs> 無能っていうことは吹っ飛ぶかなうん。まあそうかもしれない。人は暇だから悩むって言いますもんね。そうね。暇だから悩むってあるかもしれない。その、悩む暇もないぐらい忙しい時期はあった。うん。あ、なるほど。うん すいません。ありがとうございました。<laughs> なんか、感謝っていうワードと、新しいことするっていうのは、感謝もうと、新しいことするっていうのは、えっと、あ、そうかと思って、ちょっとヒントをいただきました。でも、新しいことするってタイプ1にとっては、いいことじゃないですか。何の方向に近いですかね、うんまあ。そうですね。楽しむと。アルさん、楽しみますかね <laughs> でもまあ、エニアグラム的には楽しめててますよね。 一の人はもっと楽しみましょうですよ、ね。そうね。何、何が楽しいですかクリエイティブ。ああ、そうね。やっぱクリエイティブなことを。例えば料理も家事の中で一番クリエイティブだから、絶対料理するし、一人暮らしなのに料理を欠かさないし、なんかクリエイティブなことやっぱり日常の中でもしたがる。いいチャンネルですね。<laughs> <laughs> はい。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。 もう、なんか、多分今日僕落ち込むんですよ。なんでよ。よかったのかなーって。<laughs> これでよかったか。これでよかったかって。十分ですよ。なんかあの、すごい、全くの第三者の観点って大事なので、助かります。メンさーのコメント、面白くて。新しいこと、クリエイティブ、ヒップホップか <laughs> まあ確かにあの、ヒップホップダンス。はい。 マジ感謝。マジ感謝。マジ感謝。マザーに。はい。はい。もう、俺たちみんなファミリーなんで。ビッグツリーの下で。はい。はい。そんな、そんな感じで。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。これ、一旦。はい。この後、非公開にして。はい。改めて。 アップし直します。はい。はい。はい、というところで。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ごきげんよう。ごきげんよう。